皆さんこんにちは。今回は早慶生が語る憧れる国公立大学というテーマでお話していきます。早慶か国公立か結構迷う受験生多いと思います。今回は早慶生から見た国公立の良さというところを皆さんにお伝えしていきますので、ぜひ志望校選びの参考にしてみてください。合格サプリからアプリが登場。受験情報をまとめてチェックできます。まず憧れる国公立教えてもらってもいいですか？はい、まず一つ目は筑波大学です。筑波ですね。筑波大学はどんなところがいいですか？筑波大学は教養課程が充実していて、大学入学後に専攻を幅広い選択肢から選べます。筑波大学の入試方式は基本的に学群ごとに行われます。学群っていうのは似たような学問をまとめた区分のことで、学群に所属した後に細かい専攻を決めます。なので入学した後に自分のやりたい研究とか学問を選べます。早慶だと入学時にある程度専攻が決まっているところが多いので、それが筑波のいいところだなと思います。そうですよね。だから筑波大学の学群ってなんだよみたいなところあるんですけど、学部までこの絞られていないからこそ入ってから選べたりするわけですもんね。はい、そこいいですよね。やりたいこと見つからないような感じですかね。他にも何かありますか？他には就職に関しては、早慶の就職先は民間企業が多いんですけど、筑波大学は公務員や研究職に就く人も多いです。なるほど。筑波大学付近には国土地理院や高エネルギー加速器研究機構や宇宙研究開発機構など数えきれないほどの研究機関があります。筑波ってこの学園都市ですからね。そうですね。はい、国の研究機関たくさんありますもん。早慶は基本的に都心にあるので研究機関へのアプローチが難しいんですね。筑波大生は普段から国の研究機関と関われる可能性が高いので、国家機関で働くことも将来的には可能です。研究の強さはやっぱ筑波の魅力ですかね。そうですね。はい、他にもこう筑波の良さとかありますか？はい、早慶にもスタバはあるんですけれども、筑波には早慶とは違ったスタバの楽しみ方があります。筑波大学のスターバックスがあるんですね。そうです。筑波のスタバは図書館にすごい密着しているので、人の出入りが少なくて落ち着いてたしなむことができます。最近のなんかツタヤの横についてるスターバックスみたいな。あ、そういう感じです。感じですかね。はい、おしゃれですね。そうですね。筑波大学の校内には池とか森林とか噴水とか、あと奥には筑波山もあるので、筑波の自然を楽しみながら休憩することができます。人口密度の高い早慶のキャンパスではこういったことはできないので、筑波ならではの楽しみ方かなと思います。確かに言われてみると、僕も茨城なんで筑波行くんですけど、早慶のカフェってめっちゃ混んでるんですよね。そうですね。そう、筑波と確かにもうちょっと人口密度減るというか、自然を見ながら行けるので、これは確かにゆったりできていいかもしれないですね。広々とした景色を見ながらスターバーを飲むっていうのもすごい楽しそうですね。そうですね。いいですね。幸福度上がりそうです。そうですね。はい、わかりました。それ面白い視点でありがとうございます。2つ目にこの憧れる国公立教えてもらえますか？はい、2つ目の大学は一橋大学になります。おー、一橋ですね。はい、これどんなところが憧れますか？まず一つ目としては、一橋大学はキャンパスがすごく綺麗で、テーマパークみたいな雰囲気があるところがすごくいいなと思っています。以前合格サプリ TV でも一橋大学のキャンパスツアーというものを撮影したんですけど、動画素材を見た時にすごい綺麗だし、趣もあって毎日通るなんてすごい羨ましいなって思った記憶があるので、それをポイントとして一つ選びました。キャンパス内の建物としては、こう結構レンガ造りの建物がいくつもあって、周囲にあまり高い建物がないっていうのが特徴なので、まるで映画の中の世界というか、スタジオなんじゃないかみたいな、そういう雰囲気を味わえるっていうのがすごい羨ましいなって思っています。都心じゃないからこそね、映えるという。そうですね。はい、他にもいいところありますか？はい、一橋大学の少数精鋭の雰囲気がすごいかっこいいなというふうに思っています。少数精鋭。はい、一橋大学の一学年の人数は約1000人で、ちょっと少なめになっていて、それに対して早慶は一学年7、8000人とかいるという感じになっているので、比べてみれば一橋は少ないので、もう少数精鋭な雰囲気が漂っているなと思っています。人数が少ないということなので、アットホームな雰囲気で授業であったりとかゼミにも取り組めるので、生徒同士の交流だったりとか生徒と先生の交流が盛んにでき、学びを深められるのがすごくいいなと感じました。学生一人当たりの教授の数も多そうでいいですね。はい、早慶だと学部内でも知らない人ばっかりみたいな状況になるんですけど、一橋だとそういうことがなくて、人とつながりやすい環境にあるということだったので、そこもすごい羨ましいなと感じました。他にも一橋の魅力ありますか？はい、3つ目の魅力としては、文系メインの大学なんですけれど、大学院への道も充実しているという点になります。一橋大学は 12% ほどの学生が大学院に進んでいるということなので、文系がメインの大学にしてはもうかなり高い数字になっています。大学院から法曹界に進むだったりとか、金融の勉強をしてエコノミストになるなどの進路があるということです。早慶の文系の大学生だと4年間いて勉強をしたらそのまま就職するみたいなのが多いと思うので、じっくり研究したい文系の学生にはもう一橋大学がすごいぴったりだなというふうに感じました。ですね。一橋大学すごい
深く学べそうですね。はい、はい、じゃあ3つ目の国公立大学教えてください。3つ目は横浜国立大学です。お、横国ですね、はい、これはどんなところが魅力ですか。はい、横浜国立大学は人事が見るイメージのいい大学ランキングで首都圏で堂々の1位です。へー、そうなんですね。このランキングは知識、学力、独創性の点で高評価を得ていて、分離を問わず勉強する横浜国立大学のメリットが反映されているのではないかなと思います。うーん、確かにイメージ良さそうですね、うん、国公立でレベルも高くてみたいな。そうですね、はい、横国他にも実はこんなとこいいよみたいなのありますか。はい、横国はキャンパスが一つしかないので、うん、出会いが多くあるということです。あ、確かに、ね、言われてみれば結構早慶とかってやっぱキャンパス離れてたりしますよね。そうですね、早慶は学部によってキャンパスが違うんで男女比が偏ってたりして、うん、意外と出会えないっていうことがあるんですね、うん、例えば理工系学部しかない西早稲田キャンパスとか、あと慶応の八神キャンパスとかですね。なるほどね。横国は男子が多い理工系や女子の多い人文系の学部でも同じキャンパスなので男女比が偏ることがありません、うんうん、あとキャンパス間も移動する場面がないのでサークル活動や友達に会うのも楽っていうところもあります。実は横国一つのキャンパスってところが結構メリット大きいですね、うん、他にも何かありますか。はい、横国は強制的に運動できるというところがメリットです。はい、なんかジムに通わないそういうわけではなく、はい、横国は駅から遠くてさらには山の上にあるということで、まあ、敬遠する人も多いと思うんですけれども、うん、それを逆手にとって運動ができると前向きに捉えている人もいるらしいです。おー、なるほどね。横国の最寄り駅から横国行こうとすると結構坂があるんですよね、はい、あ、そうなんですね、はい、近くに駅ができて新宿からの直結で行けるんですけど、はい、ちょっと坂あるかもね。そうですね、あれは結構鍛えられます。はい、いいと思います。早慶はやっぱり都会にキャンパスがあるのでサッカーとかないので、うん、スポーツでは有名なんですけども、うん、オンライン授業ばっかりで不健康を自覚してる人多分いっぱいいると思うんです、はい、慶応って結構坂の上にキャンパスありがちで、そんな長くないんですけど、うん、日吉の日吉駅出て横断歩道渡って坂でまた坂登らないと校舎つかないし、三田なんかもレトロな方の門から入ると、はい、えげつない坂があるんですよ、はい、そう、なので慶応戦も若干運動はしてるよってことだけど補足で言いたいなって思って今言いました。あの、僕どっちの坂も行ったことあるんですけど、あの横の坂もっとすごいですね。本当ですか。全然こんなんですよ。本当にレベチみたいな。慶応のあの坂の2倍ぐらい。本当ですか。めっちゃ急っす、はい、まあ、よくね、その坂はあるんですけど、最近本当アクセス良くなったんで、最寄りに羽沢横浜国大という駅ができて、本当に駅も綺麗なので、ぜひ一回行ってほしいなと思いますね。というわけで今回早慶生が語る憧れる国立大学聞いてきました。いろんな視点から国立大学知れたと思うのでぜひ参考にしてみてください。皆さんの憧れる国公立大学をコメント欄で教えてください。チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。公務員試験予備校のキャリサポです。キャリサポでは一次試験対策はもちろん、あなたの個性に合った面接対策を実施しております。公務員試験に関心のある方、概要欄をご覧ください。